要瞬間は台湾、たまり人出身で、網族の陸上競技選手。専門は短距離走100メートルで10秒11、200メートルで20秒23の自己ベストを持つ、両種目の台湾記録保持者。2017年アジア選手権では、若干20歳で、男子200メートルの金メダリストとなった。2014年8月24日の南京。 ユースオリンピック男子200メートル決勝で3位に入り、ユースオリンピックの陸上競技において、台湾史上初のメダルとなる、銅メダルを獲得した。2015年10月の全国運動会に出場すると、19日の男子100メートル決勝で10秒29をマークし、駅抜き鎮が保持する台湾記録に0秒01差と迫った。翌日の20日には、 男子200メートル予選で20秒58の台湾記録を樹立し、従来の台湾記録を塗り替えると、翌日の決勝では予選の記録を塗り替える20秒53をマークし、翌年のリオデジャネイロオリンピックの参加標準記録に迫った。2017年5月8日の全国大成員校、運動会男子100メートル決勝で自己ベストを零秒零七更新する十秒二十二の 台湾記録を樹立。2012年に駅の基鎮が樹立した従来の記録を0秒06更新した。2017年7月にブバネーシュワルで開催されたアジア選手権では出場した3種目すべてで決勝に進出したが2層を務めた男子400メートルリレーは失格に終わった。しかし男子100メートルはハサンダフティアン。 フェミオグのデにつく10秒31で3位に入り、アジア選手権同種目で台湾史上30年ぶりのメダルとなる銅メダルを獲得した。男子200メートルはパクボンをディフェンディングチャンピオンのフェミオグのデラを抑え20秒66で初優勝を飾った。アジア選手権の短距離種目では男女通じて台湾史上初の金メダル獲得となった。 アジアチャンピオンのワイルドカードを使って8月のロンドン世界選手権男子200メートルには出場せず自国開催の台北ユニバーシアードで個人種目とリレーの優勝そして自己ベスト更新を目指した迎えた大会では最初に出場した男子100メートル準決勝で自身の持つ台湾記録を更新する10秒20をマークすると決勝は10秒22で優勝を飾り 台湾に26年ぶりのユニバーシアード陸上競技の金メダルをもたらした。また、これは全てのカテゴリーのオリンピックと世界選手権も含め世界大会の短距離種目で台湾男子選手が獲得した史上初の金メダルとなった。その後の男子200メートルは7位に終わり、メダルを逃すも2層を務めた男子400メートルリレーでは銅メダル獲得に貢献した。 ありがとうございます。